これもこれ入れば、はい、これになって点で一挙使えば二挙も三挙も二挙は縦の切り残り切りは3挙で四挙だよ。五挙だけは単数を取るのはこれの剣の向き六挙か七がためか六挙も剣できる六挙って今言わない七がため六挙天皇の木を出して、ね、何にもない傾向は何にもない。でトレーニングをどうすればいいんですかって私は気に入らないから1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、これを5分だけ10回やってください。筋肉垂れ、トレーニングしたい。あとどう開いて力を抜いていこう。握るんじゃなくて開く。これ10回もっと上げて、で、はい、こっちも10回1、3、4、5、6、7、8、9、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、力を入れて、これを1時間強度さない。3、4、5、あ、これだね。今までが前開くだけ力入れない。で、はい、1時間できるか。これは合気道は本来であれば武士のたしなみとして親指を開いてたら親指切られたら刀に入れないから軽く握って親指が4本の指に1本切られても刀は握れるよね。この親指を出してってこうやってたら親指切られたら切られたら刀つかめなくなっちゃう。親指が非常に大事なの。だから普段の所作として親指を握ってんの。合気道は気の流れを見せるために親指を開くけども、これほど危ない手の開きはない。これを親指を押さえて親指を折る。こうなんだよ、はい、親指を、はい、折る。だから軽く握った状態、開くのは稽古で指先から気の流れを出すため、はい、